日本放送の五野恵美希です。皆さんのミュージックプレイヤーはどんな音楽で彩られていますか？マイプレイリストラブフォージャパン兆し。この番組では様々なフィールドで活躍するパーソナリティの皆さんが日替わりで登場し、あるテーマをもとにここでしか聞けないマイプレイリストを披露していきます。今日のマイプレイリストはこの方の選曲です。こんばんは、アスカです。今日は私がこの季節に聴きたい曲というのをこれをテーマにお届けいたします。まあ季節柄柔らかい楽曲を選んでみました。あ、こういう楽曲あったなと、あ、こんな楽曲あるのかと、そこで一本こう軸が一緒に取れるような、そういうような選曲ができたらいいなと思っております。ではよろしくお願いします。今日はアスカさんのプレイリストです。今日のまず1曲目はですね、メロディフェアっていう楽曲があるんですよ。これがビージーズっていうイギリスのバンドなんですけどね、これは僕が中学校の2年3年ぐらいですかね、その頃洋楽ってのは大して興味がなくて、割と歌謡曲少年だったんですけどね、この楽曲だけは別で、あのカセットテープに何回もカタカナで耳で聞き取ったものを歌って、初めて洋楽の自分の中であのカタカナ英語であってもなんとなくそれっぽく歌えるようになった楽曲であります。主人公がダニエルという名前、その悪友でオウムショットがいましてですね、それとメロディーという女の子をですね、ダニエル好きになるわけですけど、結局それをみんなで応援するというね、とてもあの学園ものとしてあの頃もグッと胸に刺さった、楽曲となってます。それではその小さな声のメロディーからメロディフェアを聴いてください。時間関係ないですね。これ何回聞いても何度聞いてもやっぱりあのグッとくるとかグッとくるところがありまして、ちょうどね先日テレビでやってましたね。知ってるシーンなのについもう見とれてしまうと最後抜いてしまうっていうそのパターンだったんですけどね。ビージーズから小さな声のメロディー、メロディフェアでした。続いての楽曲はですね、やっぱりこれもイギリスでジョージ・マイケル、ディファレントコーナーっていうのがあります。ジョージ・マイケルってとってもメロディーメーカーだと思うんですね。で彼をこう象徴している楽曲だと思いますし、僕もこんな楽曲を書きたいということで何度ともなくこの楽曲にトライしながら自分の楽曲を進めていった思い出があります。好みと言ってしまえばねそれだけなんでしょうけど、さて皆さんの耳にはどういうふうに届いていくんでしょうか。あ、ディバレントコーナー聞いてください。今お送りしましたのはジョージ・マイケルでディファレントコーナーという楽曲でした。やっぱいいですね。何度聞いてもボンボンと弾けていくあのサウンド何度も言えなくて、自分の中でもこの音はどうやって作ってるんだろうっていうのをかなりこう研究しながら作ってた時期もあったりもしますね。ジョージ・マイケルっていうのはもうワムという2人グループだったんですけど、それから、ソロになって最初にファーストアルバムでフェイスでしたっけ、あれが出てきた時もかなりの衝撃ありましたね。今でも大好きなメロディーメーカーではあります。ジョージ・マイケルのディファレントコーナーでした。今日は、僕はアスカこの季節に聴きたい曲をテーマに選曲しております。引き続きお楽しみください。このマイプレイリストラバーフォージャパン兆しという番組は日本放送以外でもインターネットラジオや、被災地臨時災害 FM などでも放送されております。今年本当はいろんなことがありましたのでね、ある意味日本が一つになったということもすごく垣間見れる年となりました。ただ僕らに計り知れないご苦労が被災された方皆さんにはあると思いますので、一言でこの頑張ってくれなんてことが言えないんですね。それも僕らでももう計り知れないねことがあると思いますね。本当気をつけていきたいのは、一言の頑張ってくださいっていう言葉だけでここで優劣がついてしまう瞬間ってのが出たりしますので、これ本当に気をつけなきゃいけない言葉でありまして、ただでもこういうふうに思ってる考えてるやつが同じこの国の中にいるんだということが届くことができれば僕はそれで満足だなと思ってます。これからまだまだ大変なことを経験されると思うんですが、常に気持ちは一緒だぞというところを分かっていただければ
今回の意味合いは十分出てくると思います。少しでも心の安らぎになれば、そんなことを考えながら、放送しております。最後までゆっくりお楽しみください。続いての曲は、アニー・レノックスっていう歌手がおりまして、彼女が歌う Why という楽曲なんですね。この楽曲はね、ちょうど僕が20数年前にロンドンに住んでおりましたときに、ベネチアに旅行することがありまして、ベネチアのレストランの中で、早々とかかってた楽曲でありました。この楽曲が何だ？すぐ僕が聞いたところ、知らないのかと。これはアニー・レノックスの Why という楽曲だ。すぐメモりまして、ロンドンに着いてからすぐ楽曲を購入した思いであります。彼女は1980年代に活躍したイギリスの、男女2人ユニット、ユーリズミックスっていうグループがあったんですね。その女性ボーカリストの方です。それでは聴いてください。アニー・レノックスで、Why。はい。アニー・レノックスで、Why という楽曲でした。柔らかいね、わー、はー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 みたいな、なんともない柔らかい中で、ゆったりとした歌詞が出てくる、メロディーが出てくるとこなんていうのは、もう、今聞いても、やっぱりいいなと、うなずいてしまうわけですけどね。続いて、の楽曲は、死にどうかな。これ衝撃的だったですね。Nothing Compared to You です。彼女が現れた時ってのはもうすごい衝撃的だったですね。プロモーションフィルムで見たのが最初だったんですが、まさかこれがプリンスが作った楽曲だなんてこと知らないで遭遇したというか、女性でありながら頭を丸めておりまして、今でいう坊主頭ですよね。それでもう大画面の中で彼女の顔がアップになって淡々と歌っていくわけですけど、あのフィルム見た時に力強さともう一つ、なんだろう、メロディーの底深さっていうのを感じながら、後でそれがプリンスだっていうのが分かったわけですね。フィルムなしに楽曲としてメロディーだけで聴いても本当には十分刺さってくるラインだと僕は思っております。死にどうかなで Nothing Compared to You。 柔らかい楽曲を今回は選曲させてもらってるっていう中のもう象徴する楽曲になったと思うんですが、僕らはパッドっていう風に使ってるんですね。柔らかい後ろで漂うような雰囲気が醸し出してる。これはね、コンサートで何度もこの、雰囲気出すことができないだろうかということで、何度となくトライをしながらですね、曲のイメージをしながらライブを組み立ていくにあたりトライさせてもらった、そんな思い出深い楽曲でもあります。死にで行うでした。続いてグルーヴアルマダ、アットザリバーっていう楽曲です。まあいろいろ紹介する前に聞いていただこうかな。どうぞ。どうですか、グルーヴアルマダでアットザリバー。とにかくメロディーが綺麗でね、でもコード的には4小節間をずっと繰り返してるだけのチームなんですね。何がいいかというと、ボーカルが引っ張って引っ張って引っ張っておいて、最後になってボーカルがなだれ込んでるように出てくるっていう、ここが一番がこの、楽曲の聴きどころじゃないかと思うんですけど、この時期に聴きたい楽曲でありながら一年中なんか聴いていたい楽曲になってます。僕も大好きなグループの楽曲なんですけどね。また僕が登場するときに、今聴いてる楽曲何ですかって聞かれたときに、またこの楽曲が出てくるようなこともなると思うんですが、そのぐらい大好きな曲です、アットザリバー。今日は、私アスカこの季節に聴きたい曲をテーマに選曲しております。引き続きお楽しみください。さて、今年もクリスマスが近づいてまいりましたが、僕は12月の7日の日にですね、自分のアルバムなんですが、ブックエンドっていうタイトルで、なんとなくクリスマスも顔もし出すことのできてるアルバムというふうに、僕そういうふうに名付けてるんですけど、ブックエンドというタイトルで今年もトライさせてもらいました。今日はその中からですね、一曲聴いていただきたいと思います。墓場っていう映画がありまして、Love is a Many Splendor Thing っていうタイトルになってるんですが、世代にとっては懐かしい、あり僕らにとってはその世代が喜んで聴いてた楽曲を、なんとなく古い音で聴く心地よさっていうのかな、そんなのがありまして、この楽曲かなり痛烈に響いておりました。その楽曲を今回ですね、カバーさせてもらいましたので、ちょっとそれを聴いてください。アスカで Love is a Many Splendor Thing。
この曲はウィリアム・ホールデンとジェニファー・ジョーンズ主演。あ、そうなんですね。はい、続いての楽曲なんですが、今日最後となりますブックエンドの中から新曲を今日はかけさせてください。思い出すならっていうタイトルです。アルバムの中で唯一、自分の新曲として、参加させてもらっております。僕アスカで思い出すなら。思い出すならアスカブックエンドの中から一曲かけさせていただきました。私のプレイリストいかがだったでしょうか。なんとなくこの季節に聴くならどんなものがいいんだろうっていうのを考えながら、選んでみたつもりなんですが、皆さんの中のと僕の中が同じであればいいななんてことを考えながら受けさせていただきました。アスカでした。 My Playlist Love for Japan 兆し。